虚空橋の施設があるということなんで、ちょっとそこ見ていきたいと思います。どういうことなんだ。ほう、気になりますよ。6月11日にね、空橋の大きなね集会があるんで、まあそこの予行として支部の方を見ていきたいと思います。すごい、なんであんの逆に。やめてくれる、教祖と違うところで勢力を拡大するの。新興宗教だからさ、ひっくり返るのよ、こっち知らない人そっち知ったら、そっちの教祖お前なのよ、あんまり強くなりすぎないで欲しさはあるかなっていうのはね、なくはないかな、エンシェントいいな。何がいいってさ、エンシェントって絶対に虚空橋とか剣持東野を想定、二次三次を想定して作ったわけじゃないんですよ。個人が遊ぶために、まあ当然なんですけど、作ったのが虚空橋の宗教施設立ってるの面白くない？虫の飼い方それで合ってる。あ、でもたぬき商店が海岸に、あ、待って、虚空橋のマークが今書いてあった。虚空橋マークあったな、シンボル。虚空ミサじゃんこれ。小規模な支部長来ました。おー、おかえり。うわー、虚空橋はね、そうなんですよ、元いた場所っていうね。これさ、島使ってフリーマーケットやってるこれ。あと死んではいないよね、バックトゥー T ですね。 T に帰るというね、 T とは虚空をね一文字で表した島民への布教を、ありがとうございます。 We all came from there。 我々は皆そこから来たということで、あ、 T をちゃんと紫にしたりしておしゃれにしてる。僕してなかった、それいただくね。勝手に看板を島民の家に立ててそれとももうあれかな、布教活動が終わったやつらが競技を書いてくれてんのかな。いやー、すごいねこれは。ちょっと虚空橋の施設とやら見せてもらってもよろしいでしょうか。あと君死んではいないよね。なんか死んでる色してない？あんま人に死んでる色とか言うのよくないけど。わ、すげえ、ウェルカムバック。うわー、なんか僕作ってないいい感じのデザインのロゴを作られてる。これがこの人の家です。ちょっと行ってみましょう。おー、あ、宗教っぽい、宗教っぽいものめっちゃ置かれてるこれ。2階は最後でお願いします。なるほど、順序があるんですね。あ、このフレグランスみたいなのってね、かつて虚空ミサのイベントグッズで販売しましたし、今回の虚空ウォーズでもね、なんかそれらしいもの出るんでね。はい、このシャンデリアの、すげえよこれ。これを見てる支部の皆さん、ぜひこういうの参考にしていただいて。すごい、ちゃんと、うわー、うわー、ちょっと待って、二次三次ロゴがえらいことになってるって。あ、正面奥は集会所。あ、埴輪をね、京都と見立ててるのか知らないけど、これ面白いですね。埴輪がちっちゃいのと、この後ろに席がある感じが、習い事を見てるお母さんたちみたいな感じでいいですね。うわー、いいじゃんこれ。お前さ、家くれよ家くれよお前。白目向いてる二次三次のマーク初めて見た。すげー、これいいじゃん、虚空橋じゃん。すごい、テクノロジーがある。あと、この骨は、あ、これあれですよ。人間じゃない。安心してください。ネアンデルタールとかそういうところです。ね。人はやってませんから。地下は本島の布教管理施設です。やっぱそうですね。あー、これはブラックリストなのか、ちゃんと、なるほどね。さっき宗教を教えた島民たちが貼ってありますね。これが次に、教祖が出向いて、説法を解く相手なのか、それとも、もう、洗脳が完了した場所なのか。すごいね、完全にやっぱ把握ですから。相手が何かどういう人間かわからないと寄り添えない、寄り添えないと宗教は解けませんからね。はい、これはいいですよ。支部長の資格がある。右手は今日、右手ある、あ、あるわ。あはは、おい、あー、そうなんです。洗脳にはこういうメトロノームのようなね、一定間隔での音、そしてまあ光であったり匂いであったりも使うんですけど、あ、そして鏡をね、前にね、あ、自問自答させるが、これよくわかってますね。そしてね、この電気を流させたり刺激を与えつつっていうのがね、あるんですね。そしてなんていうんですか、この左側は切開するような、伸ばしたりするやつですかね。いや、これは素晴らしい。なんでこんな部屋作って僕がこれ映さなかったとして、なんでこんな部屋作ってんのこれ。なるほど、この人がね、ずっと読み上げてくる、読み上げる担当と
ね、でこれ聞く側ですね、洗脳されてる側の埴輪、素晴らしいよこれ。分かってますね、洗脳の何たるかを。強制的に入会させる感じか、違うだろ。入会するって言わせるんだから、強制的に入会させるってわけじゃないですよ。それはね、言葉に気をつけていただきたい。強制的に入会させるみたいな手を使わないっていう平和的な解決法ですからね、うん、うおーすげえ。これは何、左手は原点回帰空間、原点回帰、宇宙ね。なるほど。おお、これは何、それはなんで、なんで宇宙の中がいるのは原点回帰わかるんだよ、なんでオーディエンスいるの、 あれか、宇宙船なのか。なるほどね。まあ素晴らしいね、宇宙船地球号などと言いますし、原点回帰するのが虚空鏡なので、いやこれは素晴らしい。こうやってこの人は虚空に思いを馳せて、虚空鏡としての信徒としてね、敬虔なものをでありつつ、人に対してもちゃんと布教活動をしていると、素晴らしいじゃないですか。じゃあちょっと最後ね、2階に行かせていただきます。すげえ、これもう屋上じゃんこれ、すげえ、ハッピーバースデー帰り道はこちらだなるほど、うわー面白い。虚空に帰るっていうのは何かっていうのは、まあとかく考え方は人それぞれですけど、この人が見つけ出したのは、生まれる前にいたのが虚空だったらそこに帰るというね、この靴を脱いでいるのが分かる通り、ここから飛び降りるのが虚空に帰るということで、それがまあある種終わりのようで始まり、ハッピーバースデー誕生をね祝う場であり、ね、ちゃんと一般人用にこの注意っていうのを置いてあるあたり優しいですね。うわ素晴らしいよ、始まりの場祝ってますね、誕生日おめでとうぞ。いやーいいね、このようにね、みずみずしい虚空鏡がここに芽生えていたことに私感動しています。敬虔でありながら新たな独自の解釈、素晴らしい。お帰りなさい。そうです、虚空とはね、帰る場所であります、来た場所であります。ただね、まあ一応ね、僕はこっち側から一旦帰らせていただきますけど、いや素晴らしい、いや素晴らしいものを見せてもらった。これはちょっと偽物のダビデ像でいい、いやストーンヘンジの方がそれっぽいか。お学生、お前いいぞいいぞ、なんでなんでまあまあもらっとくけど、それはね、なんかで保護した時とかにね。一旦じゃあストーンヘンジを置きます。なに、これは何おい、武器が武器が貯蔵されてる、ここ。あー武器だこれ、大量のツールが置かれてる。なんでなんでこの人収納って知らないのかな。大量のパチンコが置いてありました。これあれですね、伏見学に行ったらいけませんよ。大量のパチンコあるよっつったらウキウキで来ますけど、あれだったらね、この街を破壊して火放って帰ると思う。じゃあちょっとここにね、教祖が来たぞと文様を残して帰りますよ。 T に顎を足して、これが文様ですから、よし OK。 それではありがとうございました。島民への啓蒙に役立てます。そうですよ、教祖がねやってきて書いたなんて、これはもう信仰が上がるに違いない。思想強くて、これさマジで僕が来たからいいけどさ、僕来ない時とか友達とかと遊んでんのここで。ロリータ服着ろよ、ロリータ着ていいよ、ロリータ着ていいよじゃねえんだよ、着ていいよって僕が遠慮して着てないわけじゃないの、うんそっちの許しを待ってるわけじゃないの、それは勘違いしないでほしい。